沢田昌司5月27日から1929年3月4日は大正から昭和初期に活躍した大衆演劇の人気役者。劇団申告劇を創設して座長を務め沢田氏と呼ばれて広く親しまれた。妻の渡瀬淳子沢田正宏鈴子の第三子として 滋賀県大津市の三井寺の近くに生まれる。修税理の父が2歳の時に没して一家は上京し、1898年、車坂にあった下屋小学校へ入学した。1903年、開成中学へ進み、翌年の陸軍中央幼年学校の受験は禁止のゆえに失敗した。1908年、一校を受けて落ちた。自由劇場の ジョン・ガブリエル・ボルクマンを見て、新劇俳優を、目指し、翌年早稲田大学文科よ科へ入り、1911年、坪内商用の文芸協会附属演劇研究所の二期生となって、年末、早くで、帝国劇場の舞台を踏んだ。1913年、同研究所をしまえ、島村方月、松井スマコラの芸術座に参加したが、1914年、 脱退し、脱退仲間の秋田宇邪倉と新時代劇協会を作った。1915年、早稲田大学を卒業し、上山総人、岩庭隆らの近代劇協会に加わった。同年、女優の渡瀬淳子と結婚し、翌大正13年に離婚するまでに、桃代と翔太郎の西を得た。芸術座に復帰。 その後は、同僚の久松清子を事実上の妻とした。大正6年、芸術座を、再び脱退、倉橋千太郎、田中海二、金井金之助、渡瀬淳子らと、11人の劇団、新国劇を結成した。座名は、坪内商陽の線によった。歌舞伎、新派と新劇との間の、大衆演劇を目指し、座長を務め、演出を受け持った。しかし、 4月の新富座での旗揚げ公演も、6月の京都南座の工業も不入りで、ようやく7月の大阪角座で機敏な運びが注目され、松竹社長、白井松次郎の提案により、弁天座を本拠に、松竹の給料をもらうようになった。そして8月の深川温度で当てた。大正7年、白井が雑記作者に起用した、雪と理風の金山卸。 月形半平太、国貞忠春などの剣劇者が熱狂的に受けた。乱闘劇は、はじめ段の本詞でなかったが、120人に膨れた、残を養う都合もあった。大正9年の、いい大老の死の成功は、客に喜ばれながら、芸術的に向上していくという、演劇半歩主義の半歩だった。そして、大阪での人気を背に上京し、 大菩薩峠で東京の劇団を席巻した。大正10年、現代劇、懐かしき力が、松竹鎌田で佐々木木を監督によって映画化、主演する。大正11年、30歳で松竹から、時和工業へ移り、浅草の公演劇場を本拠とした。また、翌年の関東大震災まで、新国劇附属演劇研究所を開いて、俳優を育てた。 また、肝人帳を演じた際に、肝人帳の三字目を変えたのは、市川團十郎系の遠慮である。翌大正十二年も、大菩薩峠前三編の連続上演などで、盛況を続けたが、8月公行中に、正二郎以下の男優多数が、賭爆の容疑で検挙された。自伝、苦闘の後には、冤罪とある。そして交流中に、関東大震災が発生。 劇場はほとんど倒壊、消失した。半月余り後の9月17から19日、章二郎の企画に、文芸協会が主催を引き受け新聞各社が講演し、日比谷公園野外音楽堂で、肝心帳などを無料で上演した。廃墟から数万人が集まった。そして、地方巡業へ出て戻って、公演劇場の焼け跡に張った。 天幕劇場で公演するなど、機敏に動いた。大正13年、出演中の演技座が燃えた時は、直ちに両国国技館に、同じ下台を並べた。この年、苦闘の後を出版した。大正14年には、法楽座、帝国劇場、新橋演舞場に進出して、大入り満員を続け、1926年の白や、弁十郎では新機軸を見せた。 同年のシェイクスピアのコリオレイナスは炎上したシェイクスピア記念劇場への義援金集めの興行だった。同年、新国劇の出し物の国定ただ春、温州の彼方に、が、東亜根まで、牧野正像監督によって映画化される。さらに、月形半平太が、連合映画芸術家協会の元、絹笠定之助監督によって映画化。これらすべてに主演。 月形半平太は、後に各社で連作されるが、これが第一回映画化作品である。昭和2年には、新国劇10周年記念の公演を続けた。昭和4年1月、新橋演舞場に出演中に、急性中耳炎を病んで手術し、座長なしの公演を病院から励ました。症状の悪化を新聞が報じた。ザイン 六代目、小野駅久五郎、初代中村吉右衛門、大谷武次郎、菊池博らが章次郎の病床に駆けつけた。大勢のファンが病院を囲み、章次郎は3月4日に没した。死因は、急性可能性の大膜炎だった。深刻劇として、舞台に激しい、チャンバラを持ち込んだのは、章次郎である。章次郎は、大正14年に、 国佐田忠春、恩州の彼方に、月型半平太と三本の剣劇映画に出演しているが、これらの映画は劇団の関西公演の合間に撮ったものだった。国佐田忠春、恩州の彼方に、の二本を監督した、牧野正造は、沢忠氏のファンだった。牧野正宏によると、当時の活動を邪神に、チャンバラ、大殺人の要素が大きく加わったのは、 新国劇の章二郎の影響だった。牧の肖三にとって、章二郎のリアルで、激しい立ち回りは一つの夢だったという。章二郎の劇団には、名立て師と歌われた段ラがおり、稲垣博史によると、映画で立師というものが、表面に出てきたのは、この章二郎主演の映画あたりからだという。章二郎の葬儀は、谷中西条で営まれ、 日比谷公園新音楽堂で模様された、国別追悼会では、菊池博士が司会し、山田耕作が追悼の曲を指揮し、その盛大な葬儀では、時の首相、田中義一、坪内逍遥、遠山三高田早苗、えわせ大学総長らが弔辞を送っている。墓所は、谷中霊園の項三号一側にある。各項末日のうちの数字は、上演の聖暦年次と月。 また、印の後は、二の代わりの演目である。ありがとうございます。